アメリカ軍の海兵隊員だったクレイグさん。彼は激戦地で危険な任務についていました。神経をすり減らす日々の中で、クレイグさんは大切な友人と出会います。戦地で暮らす野良犬のフレッドです。フレッドは心身ともに緊張を強いられていたクレイグさんにとって貴重な癒しの存在となりました。そしてクレイグさんは大きな決断をします。任務の間、自分を癒し続けてくれた友人を危険な土地から救い出すことにしたのです。アメリカ軍での任務において規則を守って行動することはとても重要です。クレイグさんはアフガニスタンのヘルマンド州にある山銀地区に駐留していました。そこはイスラム武装勢力のタリバンとクレイグさんたち海兵隊を中心とした国際治安支援部隊が衝突し、激しい戦いを繰り広げていた場所。クレイグさんも軍の規則に従いながら緊張した日々を過ごしていました。けれど実はこの時クレイグさんは一つだけ軍の規則に背いていたのです。その規則とは、兵士たるもの、犬に近づいてはならないというものです。クレイグさんは任務の途中で初めてその犬と出会った時、なぜだかとても心惹かれました。どうやら野良犬のようでしたが、どこからか食べ物を見つけてきては木の陰に隠れてこそこそと食べています。その様子からクレイグさんは目を離すことができません。こんな危ない場所でも一生懸命生きているんだな。そう思うとなんだか放っておけませんでした。クレイグさんはそっとその犬に近づき、ビーフジャーキーを差し出しました。すると犬は尻尾を振って喜びます。動物らしい無邪気で純粋な姿。嬉しそうにしてくれると、こちらも思わず笑顔になります。この犬との出会いは、毎日ピリピリとしていたクレイグさんの心を優しく潤してくれました。その日から犬は、クレイグさんのパートナーとなりました。フレッドと名付けられたその犬はいつでもどこでもクレイグさんについて回ります。それがどんなに危険な場所であっても。規則に違反してはいましたが、クレイグさんの仲間の兵士たちもフレッドのことを知ると可愛がってくれました。皆危険な任務について心をすり減らす場面も多く、癒しを求めていたのです。いつの間にかフレッドは兵士たちを和ませる存在としてみんなから愛されるようになっていました。戦地であるにもかかわらず、フレッドの周りには笑顔があふれていたのです。しばらくしてクレイグさんは山銀地区での任務を終えて本部基地へと戻ることになりました。その移動の話を聞いた時からクレイグさんの心は決まっていました。そしてフレッドにこう伝えたのです。もし俺と一緒に来たいなら、本当にここから出て行きたいと思うなら教えてほしいと。クレイグさんは旅立ちの瞬間もフレッドが自分についてきてくれたら危険を冒してでもフレッドを連れて行くと決めたのです。それは本当に勇気のいる決断でした。もしフレッドを連れていることが分かれば、規則に反したことを咎められ、クレイグさんは刑務所に入れられる可能性があります。もしそうなれば、フレッドもきっと殺されてしまうことでしょう。けれどクレイグさんは、どうしてもフレッドをこの危険な場所から救い出したかったのです。自分たちを癒し続けてくれた無邪気なフレッドを。彼に戦地ではない別の世界を見せてあげたい。そんな強い気持ちが湧き上がってきたのです。そしてフレッドもはっきりと自分の意思を示しました。クレイグさんたちを迎えるためにヘリコプターがやってきた時、フレッドはしっかりとクレイグさんのそばに立っていたのです。どこまでもクレイグさんについていく。そう伝えているようでした。クレイグさんは周囲を確認すると隙を見て急いでフレッドをバッグに隠し、一緒にヘリコプターに乗り込みました。
そして基地へと連れ込むことに成功したのです。その後、本部基地でたくさんの人たちがクレイグさんとフレッドのことを知り、味方になってくれました。そうした人々の協力のおかげで、フレッドはクレイグさんの家族がいるアメリカに送り届けられることになったのです。今、クレイグさんはアフガニスタンでの勤務を終えて、海兵隊を除隊し、フレッドとアメリカで暮らしています。フレッドにいろいろなところを見せてあげたい、そう考えて、クレイグさんはフレッドを連れてアメリカ各地を旅しています。銃弾が飛び交うアフガニスタンで見ていたのとはまるで違う新しい世界。今フレッドはどんな気持ちで世界を見つめているのでしょう。クレイグさんはフレッドとの出会いからこれまでの出来事を書いた本を出版しました。その本が出版されたことによって、かつて戦地で兵士たちを癒したフレッドは、さらに多くの人々を笑顔にすることになるでしょう。クレイグさんとの出会いにより大きく生き方が変わったフレッド。一生懸命に生きる姿は人を引きつけ、その後の運命さえも変えることがあるのです。これからもクレイグさんとフレッドは一緒にたくさんの風景を目に焼き付け、幸せをかみしめていくことでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。